汁出しちゃった、やさん笑ったマリナも配信始まってる、通知が来た。大きな愛でもてなしてた、こたつでみかん、ありがとうございます。握手待ち遠しい。ふう、握手と、握手じゃねえわハート取ってない、また落ちとるハートまた落ちてるんだけども、よっこらしょ、また落ちるよ絶対いつかハート取ってないでびっくりしたよ。てっちゃんかわいい、ありがとうございます。3月21日感謝枠いきます、ありがとう山助さん、感謝枠お待ちしておりますツーショットと、サイン会ですね、ぜひ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 お待ちしております。こんばんは、来たよ、まだ仕事、マジか、ハートが減ハート増えました、こんちゃこんちゃ。今日は赤星人、さっきメール送ったっけ、叩くターも赤星人トンコボコン背景も全てが赤、今日は赤星人、今回はなんか味がゆうぼうさん可愛い、ありがとうございます、大好きだよ。狼くんありがとう、ウレピーマン今日もお疲れ様です、今日もお疲れ様です。2月1も行きます、おお嬉しい、もうちょっとやね、2月1はイエイ、もうちょっとや。安部さんお疲れ、独り言さん似合う、ありがとうございます。3月完食取りました、たくさんありがとう、嬉しい、ありがとう皆さん。広島完食ひょっこりはんでいいかな、誰かひょっこりはん、はい、ひょっこりはん。愛知スカイエキスを持ちたよ、マジでありがとうございますありがとうございます。今日もかわいてこきっちゃありがとう、おらんも2月21日やね、2月1日が嬉しい、で2月1日来てくれる方ここで出席確認2月1日のさ最後のあれやね、ラストサステナブルですね、ラストサステナブルですサステナブル最後の握手会来てくれる方、おーいおー気持ちはいって笑った、今終わったから急いで家帰るから終わったのかな、ファイト急いで道秀さん行きます、せーありがとう、ふうさんハートありがとうございます、パパパパパン、あきひろさんこんばんは、ありがとう、2月じゃ欠席了解、大阪だもんね、全然関東で待ってるんご、サステナブルを行こう、ありがとう、行きます、初めて行きます、あ初めて、そっか初めましてだノリノリさんそうよ、しかもなんか初めて久しぶりですって言わんかったんだけど笑った、仕事終わってすぐ広島の握手会行きます、おおももちゃんありがとう、みんなお仕事終わりありがとうございます、嬉しい、うんうんうん、ありがとうございます。関東民なので大阪は無理です、全然全然、関東で関東いっぱい行くので関東にぜひ遊びに来てくださいそう関東はですね、あの幕張メッセ2月23日幕張メッセ感謝枠開放しておりますのと、2月の8日の始業式パシフィコ横浜でも感謝枠開放してますので、そう関東は2つですね、よかったらツーショットとサイン会遊びに来てください。あと AKB さんの方のね、57枚目シングルの方の、そう AKB さんの方もなんか言うやんありますので、そうよかったらよかったら遊びに来てください。スカイエキスポねしたよね、懐かしい、愛知スカイエキスポまた行けるなんて嬉しいね、送るよ、おーありがとう、苦手、もうこれダメですね、もうこれダメですわ多分これもう全部ベトベトにさ、ベトベトにせんとダメですねダメだ
外します。一旦は、分かった。こっちの端っこにあるやつはここに持ってくる。あこの人も取れた。どう、端っこにあったやつをセンターに持ってきました。いいんじゃない。でアリサがここら辺に行ったら行くない。どう行くない画面が怖い画面怖いでしょ。バレンタイン仕様にしました。母さんいいねありがとうございます。今日のミルミルが可愛すぎつらい。おいアリサアリサを見ましょう。門脇みゆこたん、みゆこたん今日も会ったよ。私も広島のツーショット行く。姫野ちゃんありがとう、嬉しい。広島のツーショット、なんとなんちゃってパジャマ風なアリサなのでラフラフラフ、そうなんちゃってパジャマ風アリサです。広島は嬉しい、楽しみ。花火会元キタン、元キタン6月愛知待っております。いやこちらこそ待っております。ガムテ、ガムテあったらさ壁がさなんかボロボロになるくない。この壁もう寿命なんですよ。そうアリサがなんかいろいろ貼ってからいろいろ剥がしたりするけどさ、なんか壁がさなんかボロボロだからさどうしたらいいと思う。こんばんは、トシヤさん来た。トシヤさん来てるよ、レアキャラ。こんにちは、こんにちは。もう本店シングルに切り替えてます。ピザーピザーピザが食べたいピザー嬉しい。スキピマル、スキピマル、またまたさあの服着ようなアリサまたあの服が着たい。ミルク、ミルクちゃん、ミルクフェドちゃん、イトちゃん、だるまありがとうございます。こんばんは、打ち上げ行きたいんだけど。ああ福岡のやつですか福岡のあれ、あのツアーですよね。打ち上げでもアリサおらんのよ、ピエンすぎてピエンじゃないそう打ち上げアリサおらんので、中学生メンバーでんらしいよあれ。意味なし意味なし、アリサはピエン。パジャマ風アリサめっちゃ本当パジャマ風アリサで登場します大谷さん肩出ししたの何してんねんあの人。まあなんかアリサもね赤着ようと思ったらなんか半袖だった、びっくり半袖だったの、バカだね、何もつけてるけど。そう赤が、赤がいいと思ってこれ引っ張り出したら半袖だったけど、まあいいやと思って中3だけど受験終わってから行く。ありがとう、嬉しい、待ってます。アリサも頑張るんこ面接がさ怖いよね何どういうこと聞かれると思う面接。じゃあぶっ壊そうおい誰がぶっ壊そうやねん。スケーモンバラありがとうございます。アキさん、アキさんわかる、私です、わかる、ありがとう。ちゃんここも来てくれてる、 Thank you キュキュキュさっきアクタの特集してた、見た見た、イントジアンのお、ソラ通信アカウントさんハートありがとうございます。またたっぱいたよ。ちなみに去年は3月17だった。3月か、3月らへんいいね。3月いっぱいある?関東がいいよね。関東で。ディー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 。ん ?30 日特別ステージになったらどういうことどういうこと?久しぶりの50カウントありがとう!糸ちゃん、ハート、クリッチャー、こたつでみかんありがとうございます!最近気になったニュースとか本聞かれた。あ、もう終わったの?姫野ちゃんは。面接終わったの、最近気になったニュースとか本とかそんなないよなんて答えたひねゆめのちゃん、キュ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 、脂肪、あ脂肪なんとか聞かれるよね確かに、なんでここ受けたんですかみたいな。
もう終わったんや。今日生まれました。あ、ホープさんじゃないですか。ホープさんおめでとうございますおめでとうございます。明日配信なかったでしょ、ホープさんそう、今日はホープさんとマキさんのお誕生日ということで、夜も行っちゃいます。夜も行っちゃいましょうイエイ、タララランラララン、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマキさんとホープさん、イエーイ、パン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 、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうマキさん、ホープさん、本日2度目おめでとう、おためハッピーバースデー、今年もよろしくお願いします。イエーイ、おめでとう、受験頑張ってください、また来ます。おー、ありがとうももちゃん。あと3日で誕生日ほんまや。空通信さん24ですね、おめでとうございます。最近気になったニュースとか、最近ニュース見てないよね。なんかさ、ニュースってさ、あのなんか朝のさ、めっちゃ眠い時にさ、聞き流しながら見よるけどさ、覚えてないよねあ、こんなのがあったよって言われたら、あー知っとる知っとるってなるけどさ、あの自分から出すことはできんよね最近な、何がニュースになってましたっけ。それ気になったら教えてちょ。 OKOK、 またこの日に来ようかなって決めますね。ピザさんが来てくれる日も教えて。トゥルル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 、おめでとうございます、おめでとう、おめでとう。最近のニュースは歌唱力についてあ、そのニュースね、自分的な、確かに個人的なニュースはそれやけど個人的はそれやけどね。座右の銘座右の銘ね、座右の銘でさ、あのアリサの友達のね、奥原ひな子ちゃんはね、サソリ座って答えてて本当にあの人はね、あの頭がお弱い、お弱くてですね座右の銘がサソリ座とかバカすぎやろほんまにそれはバカあれはめっちゃ笑ったそう、それがバカすぎてからね、最終兵器に選ばれてたの。めっちゃおもろくない髪型めちゃくちゃ、あ、え、ほんと、これめっちゃボサボサや、レッスン終わりのめちゃめちゃボサボサ髪型、イエイ、うんうん、だだだだ、一つ下です。一つ下、中二、嬉しい、ありがとう。胸ちゃん合ってる、なんて読むの、一つ下、来年受験やね先輩やぞ先輩やぞ。シシモルさん、をこたつでみかん、ありがとうございます新型ウイルス、あー新型ウイルス、確かにな、聞いたことある。関東全部、まあ、マジ関東全部来てくれんの、マジか、嬉しい。じゃあ考えとく、いつ来ようか考えとくねST48 さえ楽しみ。そうなんよ、アリサも楽しみ。なんか今回はどういうあれなんかが分からんのですけど、楽しみですそう、なんか前みたいに企画系なんか何系なんか分からんけど、楽しみでございます。やばいやつ、ピオニー時代、そうピオニー時代のとてつもないおバカですそうこんばんは、握手たくさん言ってるのですが、配信来るのは初めてです。ありがとうございます、嬉しい嬉しい、また握手で会いましょう。握手、握手の誰さんや、音符ちゃん、音符ちゃん、ありがとうございます。ザーだけ会って、そうザーだけ会ってる。それでね、あのなんかサソリ座って言った後にねあ、なんか待って、むねちゃん、
モネちゃんって呼ばれてます。かわいい。モネちゃんよろしく、先輩やぞ。てっちゃん、ハッシー、ギフトありがとうございます。それで何やったっけな、あの座右の銘でサソリ座って言った後にね、あのマネージャーさんからね、いやあんたは八方美人って言いなさいって言われて、そう、今の座右の銘は八方美人ですって言ってた。バカじゃん。なんか八方美人のさ意味がありさもわからなかったんや、その時。そう、その時にね、八方美人の意味がわからんくてから聞かれた、ありさに。そう、それでからね、八方美人あれよ、多分あのなんか白菜とかの名前じゃないって言ったら、そう、八方美人もありさわからんかったけど、なんか白菜とか、なんかそっち大根とかさ、そっち系なんか名前じゃねとか言ったらさ、聞く人間違えたって言われた。ひどくない？くそー、八方菜、八方菜あるよね、そういうの。八方美人いい意味じゃない、いい意味じゃないらしいね、八方美人。めっちゃおもろかった。野菜、八方大根。違う、八方美人いいね、八方美人。容量がいいのなら、なんかどこにでもあれでしょ、誰にでもなんかいい顔するみたいな。どういうこと、誰にでもいい顔するってどういうことな、悪い顔する人おるんかな。ドゥルルー、四方八方、あ、四方八方は聞いたことあるよ。ほうほうほう、え、賢い。いや違う、これね、あのゆいゆいさんが言ってたの。そう、ゆいゆいさんが言ってたんですよ。そう、誰にでもいい顔するってことだよってか、ゆいゆいさん可愛かった。そう、確かにね。だってさ、だって初対面、例えばだよ、 初対面の人とかにさ、いい顔せんかったらやばくない、常識的に。初対面の人なのにさ、こっちやーすとか言っとったらさ、やばいよね。みんな八方美人じゃん、そんなこと言うたら、思わん。うんうんうん、ゆいゆいさんはそう、写真撮っていただきました。イエイ。そう、不愛想はダメよね、やっぱりだよね。だって誰にでもいい顔というかさ、誰にでも なんだかね、どういうこと、日本語ってむずくない、日本語ってむずすぎやろ。さっきね、なんかね、あの日本人が知らないなんか日本語みたいな番組見てたんですよ。そう、それでからね、そう、なんか漢字でさ、超えるっていうの2種類あるじゃん。なんか超える、超えると超えるみたいな、そう、何が違うかみたいなやつとか、あと明日ってさ、明日、明日、明日ってね、3つ読み方あるじゃん。あれなんでさ、明日っていう漢字だけなのに3つも読み方があるかみたいなやつやってた、さっきテレビで。そう、さっきテレビでやってたか見てた。そう、歌いながら、歌の練習しながら。そう、見てたの。明日よろしく。え、ありさんね、あの明日を明日って呼ぶことなんて、明日よろしくで知ったよ。そう、明日よろしくで知ったよ。もうそんなこと、明日を明日とかと呼ぶこととか知らんかったし。そう、明日よろしくで知ったよ。超える、超える、超える、超える。明日使わんもんね。TPO です。TPO で買えるらしい。TPO。そう、賢くなった私。明日、明日、明日ってなんで3つあるかって言ったら、TPO でね、買えるやんって。時と場合と場所みたいな。時と場合とみたいな。なんか、明日はもう普通に、普通日常会話で使う、明日、日常会話で出てくる言葉で、明日はちょっとややかしこまった時に、あの明日よろしくお願いしますみたいな、明日よ、あのこの明日、あのディズニーランド行こうと思うのでよろしくお願いしますみたいな。ややあのかしこまった時に使って、明日はもうとてもかしこまった時に使うやって。そう、あのもう明日
日はもう業界用語的なそう超かしこまった時にしか使わんらしいよ。でけ明日よろしくっていうのは超かしこまった番組っていうことを今知ったそうだから次回ってきたら真剣にやらないとね明日よろしくって超かしこまった番組やったんよ。知ってた皆さん、やばい、あれ適当にやってたらダメよかしこまりました笑った。そう勉強になった、うん、ディズニーでかし確かにちょっと間違えたかもいつも真剣にやらなきゃ。そうふん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 、真剣勝負台本破ったら違うよ台本あれどうなったんかね、破けた台本でもいいじゃん歴史がそういろんな人にこう回っていくにあたってもボロボロになってく台本歴史を感じていいやんかしこまりました。でアリサの座右の銘はね崖っぷちだった気がする崖っぷち、アリサの座右の銘は崖っぷち大好きどうよくない、世界一熱い修造さん修造さんのあテニスの修造さんの言葉なんですけど、そうあるんですよ日めくりカレンダー、修造の日めくりカレンダーっていうのにあって一番印象に残ってる言葉なんですよ。崖っぷち大好きっていうそう崖っぷち、おお懐かしいでしょ修造さんのね言葉をね。であれどこにあったんだろうね、あれアリサさ修造さんの言葉どこにやったんやろ、あう修造さんのね言葉をねいっぱい画用紙に書いてたんです。なぜ消えたあ多分下にあるのかな、ここにはないわ。ポイズン、あポイズン好きだった、噴水とかね、噴水になれとかあったんです噴水になれとか修造さんが消えちゃった。オーマイゴー、崖っぷち尊敬するでしょ、ありがとうございます。今日から君は富士山だ、そうそんなやつとかいっぱいいい言葉があったんですよ。どこ行った、褒めくり修造、毎日修造みたいなで朝配信のあれすごい好きだった、朝配信のあれ本当嬉しい、また復活させるあれ、あれ結構いい企画だったよね今覚えてみる、思ってみる、なんかねもうねそう全部修造さんなんかその日めくりカレンダー3種類ぐらいあって、それも全部買って、全部そう画用紙に書いて全部制覇したんですよ最初から最後まで。そうだからもう終わっちゃった企画なんですけどそう1週間に1個紹介しよったんよ、標語、今週の標語はこちらみたいなそうまた復活させる、もう忘れたけさちょっと最近忘れてきたけ、じゃあ見つけたら復活させましょう。ハマりすぎ、めっちゃいい言葉なんですよ、めっちゃいい言葉なんよ本当に。そしたらねこの前ねココアがねココアとめっちゃ暇な時間があったんですよ、なんか空き時間がめっちゃあってから暇やねって言ってたらね、あなんかこんなあるよって言われてからね修造さんのねカルタを出してきたんですよびっくりしてからさ、そんなあるんみたいなそうココアが日めくりのね、そうアリサが全部知っとる、アリサ一応全部知ってるんですよ修造さんファンやから、そうこの日めくりカレンダーも全部読んでから全部知っとるんやけど、それが全部カルタになったやつを持っててからなんで持っとるんやって感じそうめっちゃおもろかった。でもねじゃんけんで負けてからねアリサ読む係やったよね、だけどあんまり楽しくなかったけどそうめっちゃ感情込めて読んでたのアリサは、今日から君は不遂だめっちゃ心を込めて読んでた
そう、読む係。そう、あれカルタにもなってるんですよ。すごくない？そう、でもね、それしてそれめっちゃおもろかったよ。でもね、一個ね、面白いことはどこかって聞かれたらね、普通さ、カルタってさ、あのあーからんーまでさ、50音順がさ、一個ずつあるって感じじゃん、イメージね。でもさすがにその50音じゃないんですよ。あのシエソンさんのやつは、例えばあのあーが5個ぐらいあったりするんですよ。そう、さすがにね、あの修造さんの標語やから、修造さんのね、熱い言葉はね、そう、50音には並べきれんくてからね。そう、例えば C から始まるやつが3つぐらいあったりするんですよ。そう、だから、そう、あの丸いところだけを見てたらダメなんよね。そう、丸いところだけじゃなくて、全ての文章をちゃんと見てくる。ってやらなきゃいけない。だけどお手つきがね、すごい多くなるんよね。そう、し今日からとか言ったら、キーから始まるやつ3つぐらいあるけさ、はーってから、そう、難しいんよ。お手つきしてしまう。お手つきしまくりよ。そう、お手つきしまくり。ダダ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 、マニアです。マニアでございます。新規だから標語知らない。え、じゃあまた紹介するわ。ちょっと楽しみにしてて、ちょっと3つ探しとくわ。また1週間に1個標語を紹介する企画始めようかな。うん。おー、トシヤさん、トシヤさん、クマありがとうございます。イエイ。トシヤさん、3、2、1、クマ。トシヤさん、クマありがとうございます。イエイ。出た、その絵文字好きよ、かわいい。ナミちゃん、ナミちゃん、ハートありがとうございます。地方でのソロコングッズ、おー、もうあさってですよね。もうあさって2日後やないか。新規に優しい。いや全然、まあれ結構ね、好評やったから。好評やったから。収蔵カルタしません。収蔵カルタどこにあるんやろ、ゲットしたいな。ぜひ紹介やって。もちろん、ちょっと見つけてくるわ。そう、見つけてくるね。カズリン、こんばんは、ありがとうございます。楽しみにしてるよ。 OK、 第2次収蔵ブームと。またやろうかな。トシヤさん、久々すぎて、それな。やっと来てくれた。もう一人の、もう一人のバットフリー。バットフリー野郎はどこ行った。バットフリー野郎。マリーナって握手会の前緊張してる。マリーナ、マリーナは握手会の前は、あ、でも緊張はしとるかもしれんね、あの人。なんかマリナは、あの、緊張するとかいうのは声に出さないタイプで、そう、アリスは緊張してるときは、ブブブブ緊張する、ウーウーみたいな感じで、あの、めっちゃ喋るタイプなんですよ。そう、そう、普通に静かに、あの、メイクとかしとったはずなのに、緊張、アリスは緊張するときは、緊張する、ウーウー緊張する、みたいな感じで、めっちゃ喋り出すタイプなんやけど、マリナは、あの緊張するっていうのを声に出さないタイプだから、そう、握手会のね、5分ぐらい前になったらめっちゃメイク直し出すのよ。そう、めっちゃメイク直し出して、アリちゃんトイレに行こうって言って、そう、ツレションされたり。そうするから、確かに、緊張するとは言わんけど緊張しとると思う。そういうタイプなんかもしれんね。なんで緊張する、もうすぐ声始まるよ、緊張緊張みたいな、大丈夫。そう、いや、歌唱力の時とかやばかったよ。決勝戦の時やばかった。そう、普通に、なんていうっけ、公演前とかは、ボーンってかな、みんなに背中を叩いてもらうんですよ。一発ね、バーンって気合い入れをするんですけど、
あの柏原行く時はあのみゆみゆとななさんにね2回ずつぐらい叩いてもらって計4回も叩かれてからさそうどんだけ緊張しとったんやと思ったその時今になってそうみゆみゆとななさんが2回ずつぐらい叩かれてそう計4回もね叩かれて4回も気合い入れられとったでも全く痛みを感じるほど緊張しとったと思うやばいな、うん、そう全く痛みを感じんぐらい緊張しとったやばかったうん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 笑った。タタ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 ン。一回は見た。一回は映されとったが、ドキュメントつれつれだろ。それだわ。気合いだ気合いだ気合いだ。緊張しないと思ってました。緊張はするよ誰でも緊張しなかったらやばいよこんばんはこんばんは。アリサはめちゃめちゃ緊張するタイプよ本当に。そうそんな分からんかね。でも分からんってよく言われるかもしれんけど、あのめっちゃしょうもないことで緊張するタイプよ。うん、そう応援してますよ。ありがとうございます。嬉しい。めっちゃしょうもないことで緊張するよ本当に。クラスの英語のテストとかでも緊張するもん。普通の書くテストじゃなくて、英単語5個覚えてくださいみたいなそう英単語5個覚えて、あの1人ずつ廊下に呼び出されて先生の前でなんか発音せんにゃいけんみたいなやつあるんですよ。英語テストみたいな。それでもなんか緊張するし、あとはね歌のテストとかもう超緊張するそうクラスのさそんな感じはあるよ。ひどいなみんな。さすらの旅人マークハートありがとうございます。ありがとうございます本当に、うん、なんかねみんなはなんか自習みたいなしてるんですけど、それでホワイトボードでねこう隠されてそうホワイトボードで仕切りされて、そのホワイトボードの奥側であの先生とこう1対1になってから、そうピアノ弾かれるんですよ。ピアノ弾かれてからあの歌のテストみたいな。めっちゃ緊張するよ。ホワイトボードでさ隠しとるとはいえさ聞いとるやんみんな、どうせどうせ聞いとるやんなんかほんま緊張するよ。もうめっちゃしょうもない。クラス内でのただの歌のテストでめっちゃしょうもないけどさ超緊張するにけ歌得意やないでさ。そうだってさ、あーこいつがこいつがあれかみたいな思われながら聞いとるってことよ。緊張するよ何歌ったかというとね、 あれ歌った。うさぎおいしいかの山って言った気がする知ってる？うん、それはめっちゃ機械取るよ絶対に。こぶなつりしかの川なんだ何やったっけ忘れたけど知ってます。名曲ですね。うん、それ歌ったよ。コウカとサンタルチア。サンタルチア何それ、何その曲歌唱力決定戦大ちゃん言ってた。緊張してるように見えなかった。本当ですか？いやあれはね緊張してるように見えるよ普段はねあの緊張してしてたみたいに言われるけんですけど、あれは緊張してたねって言われたあれはもう歩いてる時から緊張しとったそう歩いてステージの真ん中に行く時からもう緊張がバレてたみんなにでも曲がかかったらもういつも通りって感じだった。ワンツースリーフォーパフォーパフォー
曲が始まったら普通だった気がする。楽しかった。逆にアドレナリンプンプンアドレナリンプンプンでいい感じやったよ。で、ケンちゃんになりたい。笑った。めっちゃ寝てるよ。めっちゃ寝てるじゃん。めっちゃ寝てるよ。本当にやばい。やばいほど寝てる。起こされないんですよ、なぜか。なんでや。なんでやねん。道の旅へ。見てるだけで元気ない。本当ですか。嬉しい。USJ ファイナリストあったやな。そうやね、 USJ 行きたいんごプロやん。あ、それがプロ。え、嬉しいな、嬉しいな。ありがとうございます。いやでもね、自分のテンションが抑えきれなくてさとりあえず楽しかったんですよ。楽しすぎてね、ぶっ飛ばし、最初からぶっ飛ばしてしまってから、そう、もうサビぐらいでもう息が切れてからそう、ただ歌っとるだけなんや。こうやって揺れながら、一人でこうやって歌いながら、揺れながら歌っとるだけなのに、もうね、一番のサビぐらいでからね、息切れ半端なくてからねそう、もう最後とかね、息がもたんくてから高音が失敗したんですよそう、高音失敗したのに、すごい褒められたけどびっくりした。言えばかったくないそう、だからそれどころじゃないんでしょうね。そう、それさえも忘れて、それどころじゃない、それ以前に、それ以前のアリサの良さを伝えれたということで認識しておりますそう、本当にね、そう、嬉しい。最後とかもやばかった。最後もね、全然ダメだったのに、そう、あんなに褒められるとは思わんかったあ、もうこれ終わったと思ったんですよ。あ、終わったわー、ピヨーンって感じで、ピヨーン終わったって感じで思ってたのに、全然終わってなくてびっくりしたそう、選ばれた時の表情、どんな顔してたって感じえ、私って感じ顔してるよね。ブレーキが壊れて、そう、ブレーキが壊れてた、もうやばかったね。全然何も踊ってないのに、ただ歌ってるだけなんですよ。そう、すんごい激しい踊りをしてるならわかるけどさ、ただこうね、チョンチョコチョンチョコを歌ってるだけなのにあんな息切れることあるんやと思ってドゥルルドゥルルルルル、すごくびっくりいや、なんかね、あれね、緊張いや、ほんとそうなんですよ。ちょうどあの時ってなんか ABCD みたいな感じ、 A とかだったっけ、違うね、第1グループ2グループ3グループみたいな感じで、こっちから歌った順に並んでたんですよね。だからアリサこちら辺にいたんですよ。そしたらなんかちょうど目の前にママとかチャラーニとか見に来てたんですけどそう、ママとかチャラーニとかがおってから、やっべーって思ってたんですよそう、それでからもうやばかったんですよそう、呼ばれた瞬間もう目の前にもうママがいてから、もうワオって感じワオワオワオ知らんかそう、歌ってた時は全然そこにいるのは知らなかったんですよね。でも結果発表の時におるやんあそこにおったんみたいな、めっちゃ目の前らへんにおった。本当にびっくり。結果発表の時は目の前らへんにいたんですよそれが一番やばかったなおー、ちゃんこさんハートありがとう、ありがとうございますそう、びっくりびっくりあと2週間だ、出てやばいですやばいですね
おー、ちゃんこさんハートいっぱいありがとうございます。ハートだ、ハートシャワー。大丈夫い大丈夫い、楽にするよオッケーよろしくお願いいたします。やばやばやばばばばば。そう、さっきまでさ、その配信始まる、え、もう41分やん、早くない？え、もう41分じゃん、早っ、早くない？そんな経った、そんな経ったっけ？早っ、今日めっちゃ早、今日めっちゃ早くない？まだアリサは10分ぐらいの勢いだったよ。まだ10分しか経ってないあの勢いでしたが、やばいね、早っ、早くない？そう、あのさっきまでね、あの歌ってたからさ、なんか歌いそうなんですよ。もう歌ってしまいそう、バレちゃう、ファイナリストライブ直前、アリサ歌う曲バレる。オーマイガー、聞かなかったことにしてね。聞かなかったことにしてください。トゥ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 、私かね、そう、オーマイガー、歌ってしまいそうだから、やばい、手遅れコーションだよね、手遅れコーション、手遅れコーション。そうですね、手遅れコーションです。セットリスト、どこか警報、もう分かってますよ。あー、正解正解、トイレにはそれは、それは嫌いな女神様がいる、嫌でだから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれる、嫌で。歌って、歌わないですよ。これは歌わないです。これじゃない、ちゃう、歌いそうだったらチュライの名前を叫んでやめてよ、あれも忘れて、忘れて、聞かなかったことにしとって。イントジアンナー、イントジアンナー、イントジアンナー、聞こえてる、でも無駄よ、目を覚ませ、起きろと、どこかで呼ぶ。これね、さっき TSS さんでね、プレミアムフライデープレ、プライデーみたいな、プライデーみたいな、そう、TSS のやつで、ね、取り上げられてたんですよ。そう、中本瑞希ちゃんの原点とはっていう感じで、そう、取り上げられてて、見ました、見てた。録画したプライム、プライムだった。TSS プライムだったっけ、そんな感じ。水曜日すが、そうよ、フライデー金曜か、そっか。明日配信見れそうだわ、朝、ん、配信時間仕事休みとだ、え、マジ、明日、明日配信できるんかな。明日でもプレゼントは取り替えれるので、そう、プレゼントを明日取りに行ってきやす、行ってきます。うーん、できそう、できそうですぞん。配信できそう、ボイトレも流れると期待。流れはな流れはな、なんなんな、はっていうゲーム入れて、嘘。マジ？嬉しい。あれってさ、意外とさ高いよね、あれ結構高くない？高くてびっくりしたんよ。ありがとうございます、嬉しい。あ、プレゼントはそれだ、やってない方ピエン待ってるよ、待ってるんご。配信時間前まで仕事です、頑張ってください。
ファイトンファイトンファイトンドドド。俺も送らないからみんな使命感嬉しい、ありがとうございます。プレゼント待ってるよ、受付中よ。年がら年中年がら年中年がら年中、来年も歌唱力かけて出てほしいです。もちろん早いもちろんなんですけど、そう来年もね同じように結果残せるか分からんけど全力を尽くします。そうもちろんまたねこの1年で去年はあの予選敗退しちゃったから、そう予選しか出てないじゃないですか。そうだからそう、その予選からの成長だったと思うんですけど、今回はこの予選からの決勝からのファイナリストライブからのまた第3回目って感じだから、そうもっとあのハードル上がってるからやべえやべべんべべべんやべべんごほいてぺとたねてぺとたねてぺとたねそうまあそうやばいんですよおもときちゃんハートありがとうございます。あ今年やな、もうそうか今年か、そっか今年だ今年だわ。でもねそうさ、あのアリサはそうあの特殊な感じや自分でも思ってますのでそうもうガチの歌うまってわけじゃなくて、そうあのアリサにしかないこの個性がね、そこ個性があるというかそう誰にも真似できない感じのそう 歌声というか、そうそんな感じなので、それを、まあ、生かしつつというかね、自分で殺さないようにして、そうなんか人の心に届いたらいいなと思いますねそんなことができるかどうか、それまでにもちろん歌唱力も上げていかなければいけませんし、頑張りたいと思います。次息切れしたら秒でしかえそうなんや、本当にあのみんなを盛り上げたいと思ってウッファーウッファーとかやっとったらね超息切れするわ体力がないかな、やばいね、頑張りますマイク投げたらぶっ殺されるマイク投げたらもうブーって呼び出しやん、そんなん呼び出し。てっちゃんだるまありがとうございます次は1 目標が高すぎるんが自己分析やってる、ほんとありがとうございます。そうガチの歌のうまさっていうのはアリサにはないんですよ、だからそれを加えるように頑張ったら、そうもっといけるんじゃないかなとそうビブラートとか教えてほしいなんかね自分で意識せんでもフフ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 みたいなできるな、なんか拳とか入れれるようになりたいそうとかいう、そうまだ上には上はありますのでね、頑張っていきたいなと思っております。おアムちゃんアップありがとうございます、アップありがとうございます、頑張るか頑張るか、イエーイ、株式屋出しようって違うよ違う違う、うんうんみたいな、うん何にはねを言えるんだいどんどくちゃんみたいな、拳ファクトリーさん研究しようん上流階級な仕事など意識がなってきましたビブラート出しは自由にやめてよんぐっけーみたいな、加点カラオケで加点がいっぱいつくような人になりたいかっこよくない、なんかこのこっからここまで歌うだけなのにツン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 って加点がついたらびっくりするぐらいすごいよねアリスワンチョン
キョンキョンぐらい。そう、なんかしゃくりとかがようわからん。なんか適当に歌ったのにね、キョンキョンキョンってしゃくりが入ってから、今の何がみたいな感じ。そらかっけかっけーよね。もうこっからここまでもワンフレーズだけしか歌ってないのに、キョン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 ってこう加点が入っていくのめっちゃすごい。すごい。演歌無理。声が合わなさすぎて。声が合わないね、私には演歌が。そういう方は難しい。あ、そう、頑張ります。頑張ろう。ビブラートしてた、めっちゃかっこいい。本当？そうなんよね、ビブラートね、どうやったらできるんだろう。発声第一音で決めたらそれデビュー。確かに、もう第一声が大事だよね、歌って。もう最初の A メロの出だしのもうワンフレーズ聞いただけで、おうまいってなる。そこで引き込めんかったらダメだよね。難しいな。たたたたたたた。でもまあファイナリストライブはあのですね。そう、ファイナリストライブはあの皆さんに楽しんでいただけたらいいなって思っておりまして、とにかくあの皆さんを盛り上げられたらいいなと思っておりまして、そう、知らない、アリスを知らない方にも、うわー、この子誰みたいな感じで、ちょっとでもあの印象に残って帰っていただけたらいいなって感じで、そう、8人しかいないからね、そう、あの子めっちゃ印象残ってるわみたいな感じで思ってもらえたらいいなって感じなので、頑張ります。頑張ります。自己流ステージング能力働かせて今頑張っておりましゅ。うう、順位、そう順位とかつけられないし、そう、誰にも歌を評価されないので、そう、とりあえず皆さんを楽しんで楽しませてウォーって盛り上げたもん勝ちやと思ってますので、よかったらそう、クラップとかね、いいんかわからないけど、え、今回のやつとかいいんですかね。決勝戦のやつはなんかね、なんか本人が言わんとダメみたいなやつか感じらしかったんですけど、まあファイナリストライブはいいでしょ。審査せんしね。そう、だからクラップとか、そう、めっちゃ盛り上がるノリノリのフォーって感じの曲なので、フォーって感じの曲なので、そう、ほい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 、クラップできないんですか、マジ。そう、クラップ、あとコール&レスポンスもあるんですよ。そうなの、アリサがマイク向けたらもうちゃんと頑張ってくださいね、皆さん、あの会場にいる方。そう、会場にあのいらっしゃる皆さん、ファイナリストライブ会場で見に行くよって方はもうノリノリでお願いします。ノリノリでもコール&レスポンスいいんですか、会場入りよ、あ、よろしく、任せたよ。任せたぞ。ドゥドゥドゥ。ココちゃんまで。いいね、持ってきてよ。夜明けのミュウも元気だ、好きですか、夜明けのミュウ、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。コール&レスポンス、コール&レスポンス。言いたいだけよ、コール&レスポンス。もう5分前よ、早くない、早すぎやろ、今日早すぎん。早すぎや、男泣きちゃった。男泣き。ででんでは、キャッチフレーズいきます。もう1時間経ったらしい、早っ。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサ号出航。
はい、ありがとうございます。中学3年生のありちゃんことみなしありさです。イエーイありがとうございます。イエーありがとうイエーではスペシャルギフトいきます。もときちゃん、ちゃぴちゃぴさん、あめちゃん、サイモンさん、てっちゃん、てっちゃん、ちゃんこさん、さすらいざびびとまーくん、なみさん、としやさん、はっしー、てっちゃん、いとちゃん、しんしんまるさん、くりちゃん、そら通信用カウントさんすけーもんさん、いとちゃん、ふうさん、かーさん、ひとりごとさん、やすべりさん、ゆうぼうさん、てっちゃん、大きないでもてなしてさん、ギフトありがとうございますではランキングいきます。13位、としやさんとしやさん男女入り。12位、もときちゃん。11位、なずちゃん。10位、ネイビームくん。9位、アモーレおじさん。8位、ピザさん。7位、ひでさん。6位、ひげのまささん。5位、あむちゃん。4位、しんしんまるさん。3位、ひとりごとさん。2位、てっちゃん。1位は、やすべさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。それでは、あのね、いつもね、あの配信でね終わっちゃうので、最後にあのお休みメールをあの送らせていただきたいと思います。ドラム叩いてた、さっき。おやすみねよしー、おやすみねよしーメールを送ります。アリンコメール、皆さん読んでくださってますか？ちゃんとアリンコメール取ってるか？イエーイセイイエーイセイフォーフォーメール食べてて食べてんのかーい。そう、本当にいつも配信でピョンピョンコンピョンって終わっちゃうので、誕生日のズーミー間に合わなかったの。今日ズーミー誕生日？おめー、ハッピーバースデーズーミーズーミー、ハピバハピバー、おめおめピッピこれからもよろしくです。で、今日ズーミーも誕生日やったんや。で、今日お誕生日の方3人ですね。すごい、アリンコ族今日お誕生日、おーしおめでとう、伝えとくね、伝えとって、ズミおたおめ、パン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 おたおめちゃんです。ただいまおやすみねよしメールも送りました。アリンコメール皆さん取ってくださってますか？気になった方はぜひアリンコメールの購読もよろしくお願いしますイエーイ、アリンコメール読んで、ハッシュタグアリンコメールをつけて返信してみませんか？よろしくお願いします。あと30秒ほんまや。それではまた明日です。明日は朝配信が早いかもしれない。また予約入れときますね、見てください、よかったら。今帰ってきたチャコツさん、おかえり、ありがとう。それではまた明日です。おやすみにおし、明日は早いかも。バイバーイ、ありがとうございました。イエーイ、おやすみ、そラーメン